れがこれだから、あ、いや、もしかして違うか。ねえねえ、何やってんの。ああ、わからん。ねえってば。ああ、もううるさいな。お前は邪魔すんなよ。見りゃわかるだろう。わかんないから聞いてるんじゃない、バーカ。これを見てわからない方がバカだろう。宿題だよ、宿題。はあ、補習でこんなに宿題出すとか何考えてんだよ。終わるわけないっての。こっちはカードの回収で忙しくて勉強する暇なんてないってのに。トモキ、前から勉強なんてしてないじゃない。おお、ニーフ、いいとこに来た。お前ならこんなのすぐできるだろ。代わりにやっといてくれ。それはダメ。昨日ソハラに言われたから手伝うなって。まあ自分でちゃんとやらないと、トモキ頭良くならないもんね。あ、もちろんアルファも同じこと言われてるから。マスター頑張ってください。さあ行こう、アルファ。私たちがいると気が散っちゃうし。はあ、せめてちょっと教えてくれるくらいでもいいのに。じゃあ私が教えてあげよっか。なんでお前そんな上から目線なんだよ、バカのくせに。っていうか、気が散るからいなくならなきゃダメなのは真っ先にお前だろ。何よ、せっかく教えてあげようと思ったのに、バーカ。お前みたいなバカに教わることなんか何もねえよ、バーカバーカ。何よ、あんたこそバーカバーカバーカ。お前こそバーカバーカバーカ。って、ほんとバカらしくなってきたな。宿題の続きやるか。ふんふん。あの、すいません。そうやって覗き込まれると、マジで気が散るんですけど。だって、問題見ないと教えられないじゃない。まだ教える気だったのか。じゃあ、この問題、お前わかるのか？お前はこの英字だらけのプリントが算数に見えるのか。じゃああんたはわかるの。それはで、This is a pen？ プシス？何勝ち誇った笑いしてんだよ。意味わかってないくせに。いやいやいや、こんなのに付き合ってたら終わりゃしない。ほっといて宿題しなきゃ。トランプしよう、トランプ。つい今宿題するって言っただろ。お前は状況が理解できてないのか。トランプ。はあ、お前は悩みがなくていいよな。いっそ世界中みんながバカだったらいいのかもな。幸せそうだし、何より補習受けなくて済むし。あれ今なんか変な感じにならなかったか？え？何？どうかしたの？ん？まあ何も変わってないし、気のせいかな。マスター。あれ？イカロス、どうしたんだ？何か用か？やはり、マスターのお手伝いがしたくて。お、宿題手伝ってくれるのか。お前はアストレアと違って頭いいもんな。助かるよ。おい、何宿題に落書きしてんだよ、イカロス。答えを書いてます、マスター。いや、誰がどう見ても落書きだから、それ。ねえ、トモキ、昼ドラ見たいんだけど、チャンネルっていくつだったっけ？っていうか、テレビってどこ押せばつくんだっけ？右上隅あたり？どうしたんだ？イカロスもニンフも、急にバカっぽいことを。はっ、まさかさっきの世界中みんなバカだったらってのが最後のカードのせいで。お腹すいた。ご飯まだ？お前は変わらずバカだな。
とにかく先輩のとこに行ってみよう。どうすればいいかわかるかもしれないし。あら、桜井くん。うわわ、何するんですか会長。何するって、実は会長も自分が何してるかよく分かってないのよ。なんか考えるの面倒になっちゃって。ただ桜井くんの悲鳴が聞きたいなって、それだけ。それだけじゃねえ。そんな大変なこと考えなしにやるな。危ない。アストレア、お前ついてきてたのか。だってあんたが妙に真剣な顔で出ていくから気になって。もしかしてこっそり美味しいものを食べに行くとこかもしれないし。お前な。いいじゃないの。私のイージスエールがなかったらあんた危なかったんだからね。うわっ、とにかく逃げるぞ。姿先輩、聞きたいことが。あの7枚目のカードが。トモキ、新大陸だ。え？きっと新大陸はこの川を下ったところだ。もしかすると逆に登ったところかもしれないな。一緒に探検に行こう。ダメか、先輩ももうバカになっている。相変わらずの新大陸バカではあるけど。ねえ、この河原はあんまり食べ物ないよ。だから食い物探しに来たんじゃないっての。あれ、なんだろうこの紙、何か書いてあるけど、読めない。え、ちょっと見せてみろ。これは姿先輩の字。妙だ、急速に思考力が失われている。今調べたところ、トモキの家を中心に効果が拡大しているようだ。例の紛失したカードの7枚目が関与している可能性が高い。まん丸に広がっているからきっとお空にあるんだね。先輩が完全にバカになる前に書き残したのか。でもお空にあるって何？なんで昼間から月があるんだよ。そういうことじゃなくて、そうか、カードが転送したみんなをバカにしているアイテムだな。それが空に。見つけたわ、桜井くん。わあ、会長、こんなとこまで。悲鳴を聞かせて。師匠、それはさすがに危なすぎです。待て、アストレア、その盾で俺を守らなくてもいい。でもいいから、それよりお前は急いでうちの真上まで飛んでいけ。そこにみんなをバカにしているアイテムがある。空にあるそいつをぶち壊せ。ちょっとそんなにいっぺんにいろいろ言われても。アストレア、お前だけが頼りなんだ。うん、よくわかんないけど、わかった。すぐに行って戻ってくるから、頑張ってよね。アストレア、バカだけど俺は信じてるからな。うわー、会長。いっぱい撃って穴だらけにしたらいい悲鳴が聞けるかしら。無理、悲鳴あげる暇もなく死ぬから。会長、難しいことよくわかんないわ。わからないことはとりあえず試した方がいいわよね。行くわよ。わー、もうダメか。あら、会長どうしちゃったのかしら。なんか桜井くんの悲鳴が聞きたいなって思ってた気がするんだけど。でも銃で撃つなんて単純すぎて面白くないわね。
もっと凝ったやり方を考えなきゃ。なんだかすごく不吉なことを言ってはいたけど、とにかく助かった。アストレアのやつちゃんとやってくれたんだな。大丈夫？怪我してない？ああ、俺は大丈夫だよ。それよりありがとな。お前のおかげで助かったよ。あ、私そんなすごいことしたの？はーい、じゃあ褒めて褒めて。ああ、本当に偉いな、アストレアは。お前がバカでよかったよ。えへへへ、私バカでよかった。お、バカ？気にするな、褒めてるんだから。そうなの？じゃあ気にしない。はーい、バカでよかった。あ、そうだ、今度あんたにバカを教えてあげよっか。それならなんかできそうだし。お前まだこだわってたのか。なんでそんなに俺に教えたがるんだ？え？だってたまにはあんたの役に。今のなし、なしです。なんだよ、急に大声出したりして。なんかよくわかんないけど、バカを人に教えるってやっぱお前ってバカだよな。あ、やった、また褒められた。世界中全部バカは困るけど、こういう幸せなバカは一人くらいそばにいてもいいかもな。